犯罪都市75点。中国から来た3人組のせいで治安がめちゃくちゃ悪くなった韓国の街を何とかしようとするマドンソク刑事。2004年のソウルで実際にあった事件を参考にして作られた警察実録ものです。めちゃくちゃ治安の悪い街を舞台に、そこに昔からいるヤクザ、そこに新規でやってきた謎の中国系ヤクザ、そんでそれらを抑えようとする弱小警察、ついでそれに振り回される市民たちと、まあ、さらには細々した各キャラクターたちのドラマと対局、大きな局面の動きとか、そんでそれに伴って動きまくる小さな動きっていうのが展開豊富で非常に面白かったです。韓国映画ならではのバイオレンス描写、胸クソ表現も当然ありましたが、直接的な描写はほとんどなくて、あたつなんとなくコメディっぽい演出がされているので、韓国映画のきつさは他バイオレンス作品のそれらよりかなり見やすいんじゃないかなと思いました。まあそれでもやっぱり中国系ヤクザのハンドアックス、もうちっちゃい斧を使っての襲撃とか、ナイフのサクサクって感じは、まあこれこれって感じとともにこうグロさ、たまんねえなって感じでしたし、で、なんといってもこの映画の見どころ、マドンソクの旦那の太い腕、もう腕力したアクションシーンっていうのはやっぱたまんないものがありましたね。っていうかもうマドンソクめっちゃ強いんで、もう出てくるだけでもワクワクしてしまうほど、もう人情系の剛腕刑事のキャラ非常に楽しかったですし、まあそれに敵対するヤクザ連中もなかなかいい感じに楽しめました。韓国映画のいいところ、ぎっしり詰まってるけどそこまできつくもないので、かなり、初心者でも楽しめると思います。実録バイオレンス映画でした。